本当に野菜ばっかり食べているのになかなか痩せないって方、確かにいます。腸内細菌の問題なんですね。牛は草ばっかり食べているけど、あんなに大きい体しては細菌がカロリーを作ってるんです。皆さんこんにちは、山本康成です。今回は食事制限をしてもなかなか痩せない理由についてお話ししたいと思います。食事制限とてもやってるんですけど、なかなか体重が減ってこない。この理由の一つとしては食事の減らしすぎということがあります。で、その減らすときに少しずつ減らしていくというのが実はいけないんですね。体にはホメオスタシスというものがあります。これは生体、生きている体の恒常性維持。私たちの体って体温ですとか血圧とか大体一定の範囲に収まってます。そのように体のコンディションを一定に保つ働きのことをホメオスタシスというんですけれども、カロリーにとってもそうなんですね。食べるカロリー、摂取カロリーが減ってくると体をそれに慣れさせていく。それまで3000取っていたカロリーを2500にする。そうすると体は2500でやっていけるようにしちゃうわけです。これについてはですね、脱強液タンパク UCP なんかの話を前にしておりますので、そちらをちょっともう一度ご覧になっていただければと思います。簡単に言いますと、体がだんだん適応していく、その少ないカロリーに適応していくということなんですが、それが少しずつ減らしていくと適応しやすいということになります。例えば3000から2900、2800、2700というように減らしていくと体は適応しやすい。となると1500ぐらいのカロリーにしてもうまく落ちないということになってしまうんですね。ですので、まず体が慣れてしまっているということが一つの原因になってしまいます。じゃあそれはどうすればいいかと言いますと、まず一つとしてはダイエットを長くやりすぎないということです。ダイエットが長くなってくるとそれだけ適応しやすいということになりますから、ダイエットは短期間でスパッとやめる。例えばもう1ヶ月だけダイエットする。そしてその後は維持できるような摂取カロリーにしておく。で、またちょっとしてから1ヶ月スパッとダイエットする。そのようにしていくと体が慣れる前にダイエットをずっと継続して体脂肪を減らしていくことができるということになるわけです。で、他の方法としてはいわゆるチートですね。体が慣れたところでいっぱいカロリーを取って、今度はそのいっぱいなカロリーの方に体を慣れさせる。そしてまたダイエットするとそのいっぱいなカロリーの方に体が慣れてますので、少ないカロリーを取ることによって体脂肪を減らせるということになってきます。ですので、このように少しずつカロリーを減らして長くダイエットをずっと継続する、それが一番いけないんですね。途中にちょこちょこチートを挟む、あるいはダイエット自体をもっと短期間でスパッとやめて、一回やめて何度かそれを繰り返していく。そのようなやり方にすることによってうまくダイエットを継続できていくということになります。そして次がトレーニングとか運動のやりすぎもあります。同じようにやっぱり体が慣れてくることなんです。つまり消費カロリーが増えればダイエットできるだろうということなんですけれども、これはもちろん例えばそれまで3000ぐらいだった人が5000の運動をしたら、それはもう当然痩せてきます。でもその5000の運動が体にとって慣れてきて5000でなくなるということがあるんです。つまり本来だったら5000のカロリーを使うような運動をしているのに2000ぐらいで体が運動できてしまうということになるんですね。これも先ほどお話した脱強液タンパクの仕業ではあるんですけれども、そのように体はどんどん適応していく。消費カロリーが多くなったとしてもそれに適応してあんまりカロリーを使わないようになってしまうということになるんです。これはですね、すごい運動選手にとってはいいことではあります。少ないカロリーで体を動かせれば運動選手はその方がいいわけですよね。いっぱい食べなくて済むわけです。ただダイエットしている人にとっては逆に、体脂肪が燃えにくくなる原因の一つでもあります。ですので、そのような方の場合はトレーニングをまずやりすぎない、運動で痩せようとしないということが大事になってきます。マラソンをしているとですね、確かに体脂肪燃えやすくなるんですけれども、ずっと続けていくと体脂肪逆に燃えなくなる。脂肪をうまく
まあ、体の中にキープしようとする働きが出てきてしまうわけです。ということがありますので、トレーニングのやりすぎも良くないということになりますから、ちゃんとトレーニングがっつりやる時期、休む時期、そのように分けることが大事になってきます。そして次に食べるもの、野菜ばっかり食べているのに全然痩せない、まあ、そういう方はですね、だいたい野菜以外にいっぱい食べてしまっているんですけれども、本当に野菜ばっかり食べているのになかなか痩せないって方、確かにいます。それはなぜかというと、腸内細菌の問題なんですね。牛は草ばっかり食べているけど、あんなに大きい体しては、それは牛の中にいる共生微生物、細菌がカロリーを作ってるんです。牛のは草を食べると、牛の中にいる細菌がその草から脂肪を作るんですね。短鎖脂肪酸を作り出します。それが牛のエネルギーになってるんです。実はこれ人間においてもある程度起こってます。人間にも腸内細菌というものがいます。で、人間が野菜をいっぱい食べると、その野菜に含まれる食物繊維が腸内細菌の餌になります。そして腸内細菌が元気になって短鎖脂肪酸を作り出す。それがエネルギーになるんです。まあ、最近出たある報告ですと、まあ、あんまり食物繊維を取りすぎて腸内細菌が元気になる、その時に果糖ですね、果物等があると短鎖脂肪酸がいっぱいできて肝臓に脂肪がたまっちゃう、そんなことがあるということも分かっています。ですので野菜ばっかり食べているのが実は良くないということになってきます。ただ、まあ、この時はですね、果糖、砂糖とかをあまり取らないことが大事になってくるんですけれども、野菜ばっかり食べていても太ることは実はあるんだよということは知っておくといいかもしれないです。そしてもう一つ、一番ありがちなのはストレスですね。ダイエットによるストレスです。ストレスが出てくるとストレスホルモンが出てきます。ストレスホルモン、コルチゾルと呼ばれるものですけれども、それが出てくるとお腹に脂肪が溜まりやすくなっちゃうんですね。お腹に脂肪が溜まりやすくなってくると、他は痩せてるのにお腹だけ太ってしまう、まあ、いわゆる男性の中年太りなんかがそうなんですけれども、そのような体型になってしまう可能性があります。となりますと問題です。ですので、そのような場合はできるだけストレスを減らす、減らすことが大事ですけれども、まあ、ストレスを減らせといってなかなか簡単に減らせるものではありませんので、これはまあ他の動画でもお話ししている通り、御嶽百草丸ですとかビタミン C、ホスファチジルセリン、そうしたサプリメントを上手に使うことによってコルチゾールを対策するということが大事になってくるかと思います。そしてもう一つ、よくあるのがですね、ダイエットずっと続けてくると元気がなくなってあんまり動かない、動かなくなって血液の流れが悪くなっちゃう、これが一番いけないです。具体的には歩かなくなっちゃう、疲れていて、例えば階段を上るべきところをエスカレーター使っちゃう、そのようになってですね、日常生活で動かなくなる、これが一番いけないです。ダイエットして疲れてるとは言っても、日常生活で動かなくなってしまうと全然意味がないんですね。まあ、先ほどトレーニングの運動のやりすぎも意味がないとお話をしましたけれども、日常生活で動かなくなる、寝てばっかりいる、これも逆に良くないことになってきますので、日常生活である程度動くことが大事になってきます。まあ、言い換えればですね、そのように日常生活に支障が出るような厳しいダイエットは良くないということになります。ベストなのはちゃんと日常生活を活発に送れる、できるだけ階段をガンガン登ってエスカレーターとかを使わないような、普段あんまり寝転がったりしないで立ったりして元気に仕事できるような、そのような活動的な動きができるダイエット、それが大事になってくるということです。そして動かないで血流が悪くなると、そこに脂肪がたまりやすくなります。まあ、部分痩せのところでですね、血流が悪くなるとそこの脂肪が落ちにくい、血流を良くしてあげるとそこの部分の脂肪を落としやすくなるという話はしていますけれども、やっぱりダイエットで全然動かないと全身の脂肪が落ちにくいということにもなってきます。脂肪を分解するホルモンがその場所に行かないというわけですね。ダイエット中であってもできるだけ動く、
逆に言うと動けるような食事内容、元気に活発に動けるような摂取カロリー、それをキープする、そのようなダイエットこそ長続きできてうまく続けることができる、適応することもないということになります。まあ、ですので日常的なライフスタイルとして体にとってちょうどいいカロリーを見つけるというのもいいと思います。ちょうどうまく日常的に活動できて空腹感もそんなにない、疲れない、長く続けられる、そのようなダイエットですとそんなに適応することがなくて少しずつ体脂肪が減って筋肉も増えてくるということになりますので、そのようなダイエット、いろいろなヒントをこちらの動画の中でお話しておりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、今回はダイエットがうまくいかない方法についていくつかお話して、その対策を解説いたしました。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。